あれでしたよだれですか。よかったっす。いかがでしたか。やっぱ伊達に顔が老けてないと思う。いや伊達にベテラン顔じゃなかった。ベテラン顔じゃない。同じヘビ同士。ヘビ同士。今日は本当、暑い中はね、うちの老け顔に負けないしっかり。使えないですよそんな言ったら。もう今日ほとんどフォワードに対してね。そうですね。もう課題というか、まあ、やられてたクロスからもあのしっかりカズさんとか五平さんと一緒に喋ってね、うまく守れたと思います。本当気持ちいいですね、やっぱ勝って帰れるっていうのは。じゃあ、あとは翼君のゴールを期待しますか。そうですね、そろそろ取りたいですね、はい、無欲のゴールを期待します。はい、お疲れ様でした。